そんなこともあるよね。ということで続いてカイロレンやっていきます。カイロレンね、最初出てきた時めっちゃかっこいいと思ったんだけど、なんだか中身はかっこ悪いっていう、あ、そんなこと言って失礼かただなんだろうね、8だったか9だったか忘れて、またハム出てきてるし、もうさっき何消化不良だったのまあそれはいいや。で、あのね、カイロレンさんね、俳優さんは結構若いよね、38歳くらいだったかな、の人なんですけど、体めちゃめちゃかっこいいですよね。あのムキムキさはやっぱなかなか鍛えてらっしゃるなっていう感じしてましたけどね。ね、レイはあの瞬間見た瞬間、あの姿見た瞬間に、ちょっとあなた、なんか着るものないのって言って、まあ、ないんだよみたいな、そんな会話してたシーンがありましたけどね。やっぱムキムキの体見て、レイちゃんもさすがに敵ながら惚れちゃったってか、そんなセクハラみたいな話はどうでもいいんですよね。でも意外としょぼいよね。消す範囲がしょぼい。これ揃ったらでかいのかな、どうなんだろうな。あ、そうか。ごめんなさい。皆さんにこのツムが一体どういう消し方するのかっていうのを見せてなかったですね。なんか、文字で見せてなかったですね。あー、スキルを使う前に、スキルを使う前に食べてしまった。今の7個はもったいないですね。まあ、そういうこともあるわな。まあまあ、気にしちゃダメですよ。ドリー。結構なんかサブキャラでドリーが出てきてるんですよね。ドリーもなんか、あんまりメインで使ったことないのに、知らん間にレベル20くらい打ってたんだったかな。これってなんかね、なんか、僕の、なんだろうな、肌が悪いのか、スマホの滑りが悪いのかわかんないですけど、全然ね、こう思ったように、あれですわ。なんかね、こう、あれ、もっと消せんじゃねっていうのになんか一個微妙に残して終わっちゃうっていう。もしかしたらそれがつむつむあるようなのかもしれないですけどね。さっきよりも、毎つむを消す数が少ないっていうね、190個でした。しかもレベル、ハム上がってくれた。あざす。ということで、カイロレンはですね、ライトセーバーを出して逆 T 字型で消すというつむでした。引き続きですね、セブンスアニバーサリーどんどんやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。バイチャ。